ただいまから森市長の定例記者会見を行います。進行につきましては幹事社にお願いいたします。幹事社 KYT の内田です。どうぞよろしくお願いします。それではまずはじめに森市長から発表事項について説明をお願いします。はい、皆さんおはようございます。まず九州北部豪雨により犠牲となられた皆様方のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げます。私も一昨日九州市長会の会長として現地の状況をつぶさに見てまいりました。自然の脅威と災害の甚大さに胸の詰まる思いがいたしました。本日といたしましても、現地のごみ処理のため、職員とごみ収集車の派遣を行っており、被災地の一日も早い復興を支援してまいりたいと考えております。本日は6項目について発表をいたします。その前に、先般発生しました市職員の逮捕についてでございますが、被害を受けられた方、市民の皆様に対しまして、大変申し訳なく思っております。今後事実を確認の上厳正に対処してまいりたいと考えております。それでは説明を申し上げます。資料の1ページをご覧いただきたいと思います。先月この場で発表しましたとおり、7月の25日から28日にかけましてインドネシアに赴き、活火山が大規模噴火した場合の対応事例などについて調査をしてまいりました。メラミ火山の被災地では被災そのままの以降を目の当たりにし、火山災害の恐ろしさを改めて痛感をいたしました。滞在中はスレマン県知事やクリディ県防災局長をはじめ、火山防災に関わる多くの方々にお会いをすることができ、直接噴火当時の対応状況について詳しくお話をお聞きしました。メラピ・ケルートの両山とも火山の観測体制が整備されており、過去の大噴火のデータと照らし合わせた上で、的確に避難準備から避難勧告、避難指示が出されていることが印象的でありました。また、避難の際には、集落ごとに防災ボランティアの支援を含め、自助、共助による助け合いの体制が構築されており、本市にとって参考にすべき点ではないかと思いました。さらに、噴火時には政府や自治体、防災機関等がしっかり情報を共有し、避難誘導など防災対応に当たったとのことでありまして、関係機関と普段から顔の見える関係を構築をし、連携を深める必要があるという思いを強くいたしたところであります。次に資料の2ページをご覧いただきたいと思います。平成28年の観光統計であります。昨年、本市の宿泊観光客数は353万5000人で、前年比 3.7% の増加、うち外国人宿泊観光客数は26万7000人で、前年比 36.9% の増加となり、いずれも過去最高となりました。また、入り込み観光客数は955万4000人で、前年比 0.2% の増加、こちらは過去最高であった平成23年に次ぐ多さとなっています。これらの要因などについては、この後、担当課から記者発表を行い、詳しくご説明を申し上げたいと思います。先月、野村総合研究所が発表した成長可能性ランキングにおいて、本市は総合で5位、都市の魅力で第2位となりました。本市ならではの豊かな自然や歴史など、地域資源に磨きをかけ、町の魅力を高め、市民の愛着を育んでいることに対する評価を得たものと思っており、大変嬉しく思います。大河ドラマ、瀬古丼の放送などにより、これからますます本市が注目を浴びる中、今回の観光統計や野村総合研究所のデータは、観光客の受け入れに大きな弾みになると思います。さて、いよいよ明治維新150周年まで、今日現在、あと150日となります。こちらにあります、こちらにありますですね。デジタルサイネージをご覧いただきたいと思います。ですか。先ほどから明治維新150周年のカウントダウンとともに西郷さんのイラストが描かれたサマーナイト大花火大会や瀬古丼、大河ドラマ館、そして鹿児島マラソンのポスターがじゅんぐりに表示をされています。されていますか。はい、後で見てください。それでは次に明治維新150周年の盛り上げる本市のイベントについてご説明いたします。
後でご覧くださいね、はい。資料の3ページをご覧ください。来年の3月4日に開催いたします鹿児島マラソン2018の大会要領がまとまり、9月1日からランナー及びボランティアを募集をいたします。今回は明治維新150周年記念と銘打って開催をいたします。定員はマラソン1万人、ファンランが 前回大会よりも500人増の2500人であります。今回はふるさと納税枠やランニング桜島遠来枠といったふるさと食いっぱいの特別エントリー枠を新設をいたしました。この後詳しくは担当課が記者発表いたします。大会コンセプトの鹿児島のすべてを感じるマラソン大会、明治維新の町のおもてなしにふさわしい素晴らしい大会にしたいと考えておりますので、ランナーとしてまたボランティアとしてたくさんの方々にご応募いただきたいと思います。続いて資料の5ページをご覧いただきたいと思います。鹿児島の夏の風物詩、鹿児島近郊湾サマーナイト大花火大会について説明をいたします。今年の第17回大会は8月の19日に開催をいたします。九州初の二尺玉、開花直径約480メートルの4つの花火が同時に打ち上げられます。また明治維新150周年や大河ドラマセゴドン放送に向け、大会初のフルカラーレーザーで維新の頃をイメージした花火、音楽花火も必見であります。打ち上げ総数約1万5000発、鹿児島水族館20周年記念の夜間開館等もありますので、今年も多くの方々に楽しんでいただきたいと考えております。この後詳しくは担当課が記者発表をいたします。次に資料の6ページをご覧いただきたいと思います。調査市との友好都市締結35周年に伴う記念訪問について説明をいたします。調査市との友好都市締結35周年を迎えることを記念し、私を団長とする訪問団が同市を訪問し、調査市市長等を表敬訪問するとともに記念式典に参加するなど交流を含めることといたしております。期間は8月の23日から26日までの4日間を予定しております。この度の訪問を通じて調査市とより良いまた固い絆を築いてまいりたいと考えております。次に7ページの資料をご覧いただきたいと思います。医師や看護師が等が同乗して直接救急現場へ出動するドクターカーの運用拡大について説明をいたします。8月6日からこれまでの月曜日から土曜日の運用から日曜祝日などを含む365日の運用に拡大をいたします。なおドクターカーの概要については記載のとおりであります。救命率の向上や後遺障害の軽減など救急医療のさらなる充実が図られるものと期待をいたしております。次に資料の8ページをご覧いただきたいと思います。モデル市町村として鹿児島市自殺対策推進本部を設置したことについて説明をいたします。本市では平成28年1月に国際認証を取得した政府コミュニティの取り組みの中で重点分野の一つとして自殺予防の対策を講じてきました。今年度国の事業に応募をし、5月に全国の13市区町とともにモデル市町村として選定をされました。このモデル市町村の取り組みとして、今年度に選定予定の自殺対策計画をもとに、町内各分野の部署が連携して取り組んでいくため、推進本部を設置するものであります。設置日は8月の10日で、今後、対策の推進に関し、総合的な事項や具体的方策について協議を行う予定であります。次に9ページをご覧いただきたいと思います。平成28年度一般会計歳入歳出決算の速報時についてお知らせをいたします。平成28年度の歳入決算額は前年度に比べて約35億円増の2540億1600万円となりました。歳出決算額は前年度に比べて約65億円増の2469億9500万円となり、歳入歳出差引額は前年度に比べて約30億円減となりましたが、70億2100万円の黒字となりました。翌年度へ繰り越すべき財源、約17億円を差し引いた実質収支は、53億3600万円の黒字で、引き続き健全財政が維持されているものと考えております。また、税収額につ
については、前年度に比べて約12億7000万円増の867億9400万円で過去最高となっております。本日は以上であります。皆様方におかれましては、報道のご協力をよろしくお願いを申し上げます。それではただいま森市長より発表がありました事項に関して質問がありましたらお願いします。質問される方は挙手をお願いします。なお市政一般その他の事項は後ほどお願いいたします。はい、どうぞ。南日本市の店です、はい。観光統計なんですけれども、はい、まず、まあ、過去最高となったことの受け止めを改めて伺った上で、はい、まあ、観光客数の推移を今ちょっとバッと計算してみると、宿泊観光客数が36万人増えていると、5年間でですね、で外国人は 3.5 倍に増えていると。ただ入り込み観光客数については16万人の伸びにとどまっているという言い方がいいのかなと思っていますが、まあ、宿泊と外国人宿泊が伸びている一方で、入り込み純粋なその鹿児島に来るお客さんが、若干伸び悩んでるんじゃないかという気もするんですけれども、それについての受け止めを。はい、平成28年度の4月にですね、熊本地震が発生をいたしまして、その影響で4月5月の入り込み観光客数はだいぶ減ったと思っておりますが、国の復興割とか鹿児島県の鹿児島お得旅などの効果によって、その影響が縮小され、また逆に効果がしっかりと出てきて、回復をしたというふうに思っております。反面、外国人の観光客数とか宿泊観光客数は増えておりますが、やはり、その地震の影響もさることながら、それ以上に、まあ、私ども、そしてまた、関係団体の皆様方の情報発信なり、また誘致、政策が功を奏したものではないかなと思っております。まあ、外国人観光客数については、やはり、5月に鹿児島・香港線の増便、また新しく香港エクスプレスの新規就航等があったということで、これはこのことの効果がしっかりと表れてきているというふうに思っております。そういった意味では入り込み観光客数微増ですけれども、やはり効果があったというふうに考えております。そちらから手が上がりましたね。誰か、はい、どうぞ。話は変わりますが、はい、ドクターカーの運用拡大についてなんですけれども、はい、当初、土日も含めて、運用する予定でしたが、確か医療スタッフの不足というところが原因だと思うんですけれども、今回、まあ、ようやく土日、日曜日、祝日も実施できるというその、理由と、それから、まあ、改めてそのようやくという思いがおありになると思うんですけど、そのあたり市長の見解もお願いします。そうですね、まあ、今回、365日、まあ、ドクターカーが運用することができました。まあ、今回、この運用をするにあたって、まあ、市立病院の方で、まあ、救急医の確保をしっかりとしていただいたということで、まあ、必要な救急医の確保ができたということで、拡大運用となったところでございます。まあ、今後もこれらの取り組みを継続していくとともにですね、やはり、救急医療という観点からですね、できるだけ早く24時間時間の運用ができるように、やはり医師会等へ働きかけて、やっぱり救急医の確保と育成に努めるよう、私の方からも今指示をしておりますので、まあ、ドクターカーがさらに運用を拡大することによって、市民の皆様方の生命の確保とか、また医療関係の、まあ、充実につながっていくというふうに思っております。はい、じゃあ次は目指すは24時間体制ということになるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、あ、すいません、名前言いませんでした。 KTS の秋です。はい、はい、どうぞ。西山新聞の金子です。はい、インドネシアの方に行かれて、はい、火山対策を
見学されたということなんですけれども、はい、具体的にどんなところが鹿児島市に参考になるとお考えられたか教えてください。そうですね、やはり、先ほどもお話をいたしましたけれども、まあ、国とか県とかそしてまたそれぞれの、地域の皆様方がしっかりと常に情報を共有をし、そして、ことが起こったときにはですね、まずは地域の皆様方がすぐ動くと、で地域が、自分たちの命は自分たちで守るということの認識をしっかりと踏まえた行動をしたということが大変印象的でした。特に、地域の皆様方のボランティア、スレマンの地域、まあ、メラピの地域では1800人ぐらいのボランティアの皆様方がそれぞれの役割をしっかりと担って、おられました。私が訪問した際にも防災訓練、まあ、災害訓練を、していただきましたけれども、まあ、救急車そして、搬送する人員、救急車を運転する人もボランティアの人でしたし、そしてその班員の人たちもそこのボランティアの人たちが、それを、まあ、救助に携わっていたということで、まあ、日本との、まあ、システムとかそれでもちょっと違ったなと思いますよね。まあ、日本の場合は救急車の場合は消防局がしますし、また蘇生とかそういうのは、まあ、お医者さんとかがしますけれども、やはり、そういう常にその地域の人たちが最初に動くということが大変印象的でしたですね。それと、まあ、常に、それぞれの機関がそれぞれの役割をしっかりと担いながら情報を常に共有していたという共有しているということも大変参考になったところであります。やはりまあ鹿児島を含めて日本の場合はやはり、まあ今回は京都大学の井口教授も同行していただきましたけれども、まあ、京都大学の考え方、気象庁の考え方、また国のまた考え方、県の考え方と、まあ、そういう関係機関が常に、一緒になって情報を共有をし、そしてそのことが、即座に、地域住民に、情報が伝達をされ、まあ、避難が確実に的確に、迅速に行われる、そういう体制をさらに強くしていかなきゃいけないというふうに思いました。今のに関連しまして、ボランティアが非常に印象に残られたということなんですけれども、ね、まあ、ボランティアというのはすぐに簡単に要請できるものでもありませんし、 その中でも鹿児島市のが今新たに作ろうとしている防災計画の中に取り入れられそうな、 なんかこうヒントみたいなのは何かあったんでしょうか。まあ、そういうことを含めてですね、まあ、一番重要なというか、まだ私が関心があったのはやはり、メラビ火山の地域の方々もそこの地域で生まれ育ち、そこで生活をし、そして、まあ、メラビ火山と一緒に、これまで生きてきたというそういう思いが、まあ、歴史的なものがあるということで、なかなか避難にも応じなかったということで、大変大きな被害もあったということを聞きました。まあ、鹿児島の場合も桜島に住んでおられる方、大変高齢の方が多いですので、逆にその方々を避難させる場合にですね、やはりそういう避難を呼びかけ、そして避難を手助けをする、そういう、まあ、人たちの育成というのが大変重要じゃないかなと思っています。まあ、そういった意味ではそういうボランティアの方々をですね、育成することも一つの手立てではないかなというふうに思いますよね。今は消防団とか警察とか、まあ、それから、鹿児島市の、まあ、消防局とかそういう方々がやっぱり常日頃見回りをしてますけども、やはり、地域の方々もさることながらやっぱりそれを地域以外の方々のまたそういう取り組みというのも必要ではないかなと思いますし、また今鹿児島市の場合は、市街地、まあ、4キロ桜島から4キロ先に市街地の中心部がありますので、そういった大多数住んでおられるそういう住民の方々に対する意識をどういう形で、醸成していくかというのも大きな今後の課題ではないかなと思いますけどね。はい、朝日新聞の島崎です。はい、今のにちょっと関連するんですけれども、はい、今回の訪問は特に大量荒廃対策
についてということだったんですが、何かその、鹿児島市でもこの間想定で、非常に降ったら1メートル以上積もるとかですね、そういう具体的なシミュレーションをしてましたけれども、このインドネシアで例えばその、そういった降灰についての何かその参考になる点というのは何かあったんでしょうか。その現実に2014年にメラピ火山が爆発した際に、相当な方々がその大量降灰の影響で死亡をされたということで、そのことを受けて、セネバンではですね、先ほど言いましたように、地域の皆様方と、自治体、そして、国もそうですけど、常に情報を共有をし、そして、近くに、7キロぐらい、河口から7キロぐらい離れたところに観測所がありましたけれども、そこが常に情報を地域の皆様方、そして、その県、国に流し、そしてその情報が常に一つになって皆さん方との元に届けられるということで、迅速な対応ができると、そのことがやはり避難に対してまた人命をしっかりと確保する、そういう大きな手段ではないかなというふうに感じました。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、インドネシアといいますと、数十万人を一斉に避難させたということを、そういった体制もあるかと思うんですけれども、今回インドネシアに行かれて、そのトップとして学んだ心構えでしたり、そういった数十万人を一斉に動かす際 の、 手順でしたり、参考になった点もあるかと思いまして、その点をお聞きしたいというのと、すみません、インドネシアに行かれた回数です、それも少し改めて。まずトップとしては、やはり先ほどから申し上げました通り、とにかく情報を迅速に、的確に、住民に伝え、そして、速やかな避難をしていただくことが、最も大きな責務ではないかなというふうに感じました。そして、その他の対応についてはですね、関係機関との協力をしていただきながら、対策、対応をしていかなきゃならないと。まず人命大事だということを一義的に考えて、その対応をしっかりとすべきだというふうに思いました。インドネシアは今回こういう火山関係で行くのは初めてですけれども、その前は一回デポックという市に行きまして、そこは環境関係の問題とか、今は青少年の翼等で鹿児島市の児童生徒が訪問させていただいて、やはり町づくりなり、さっき言いました環境の関係等について勉強をさせ、していただいているところでありまして、今回を含めて2回ですかね、インドネシア訪問でした。はい、それでは続いて市政一般その他の事項に移りたいと思います。質問がありましたらお願いします。はい、どうぞ。先日三田園県政スタートから1年を迎えました、森市長、行政マンとしてのですね、先輩として、この1年をどのようにこうご覧になっているのか、所感をお願いします。そうですね、三田園市、昨年の7月の28日からですかね、鹿児島県の県政のトップとして今就任をして、1年が過ぎました。29年度は、三田園地域県政の実質的なスタートの年であったというふうに思っております。今三田園知事の行動を拝見いたしますと、県民視点、そしてまた現場主義というのが、政治姿勢なのかなと思っておりまして、常に、県内、いろいろなところに、出かけられて、膝を交えていろいろとお話をされているなというふうに思っておりまして、そういった意味では知事の鹿児島県政運営に対しての、力強い、思いというのが伝わってきているのではないかなというふうに思っております。そういう、行動をされながらもですね、やはり鹿児島県政さまざまな課題がありますので、その課題にもですね、真摯に向き合って、
特に県都である鹿児島市との関連というのは大変大きなものがありますので、まあ、お互いにですね、映像を交えて、お互いの県都としての鹿児島市、また県政のとしての取り組み、そこをお互いに共有しながら、今後も話をしていただければなというふうに思っております。今、三田の知事からのご要請で、月に1回程度はですね、お話をしたいということですので、今したいということだったので、今そういうことを実証しておりますけれども、まあ、その中で、日頃の課題等についても話し合いますが、まあ、解決までは至ってないのが、事実でありますけれども、やはりそういう、課題をですね、訴状に挙げるということが最も重要なことではないかなというふうに思っておりますので、今後とも、鹿児島の発展不要に、お互いが、切磋琢磨し努力をして、県民市民の生活が少しでも向上するように頑張っていけばなというふうに思っています。そのためにやはり知事自身もですね、鹿児島市を含め各市町村長との、トップ会談みたいなのをですね、ぜひ実現をしていただければなというふうに思いますけれども、鹿児島市のまちづくりという意味においても県との向き合いというのはもう欠かせないものだと思うんですが、はい、その知事とのこの1年間で行われた会談というのは計何回ぐらいに。そうですね、もう去年の8月からやってますからね、もう 10回ぐらいやってるんじゃないですかね。はい、でその今お話にあったその解決にはまだ至っていないというか課題というか、それは具体的にどういったことですか。鹿児島市としては、ここのドルフィンポート地域に向けた観光路線の延伸の問題とか、サッカー場の問題とか、それとか、鹿児島中央駅の西口の問題とかですね、それぞれ、ありますので、それらを、こういうことを鹿児島市としては今大きな課題として、持っているけれども、県としてどういう考えを持っておられるかということを、お話をする、そういうのが、主な議題でありますよね、これまではですね。我々取材しているともう根本的なその考え方の違いというかですね、例えばスタジアムのことに関しても全くその求める立地が全然違ったりとか、いろいろすごくその随分その原点のところで違う部分もあると思うんですけど、そのあたりというのは回数を重ねれば向き合いは足並みは揃っていくとお考えですか。そうですね、逆に鹿児島市としての思い、そしてまた鹿児島市としての取り組みというものをしっかりと県に伝えるということも重要なことだというふうに思います。今話があったサッカースタジアムについては、もう鹿児島市としては平成29年度の28年度のもう末ですね、そういう協議会を立ち上げて、もう今2回ほど協議をしてまして、もう具体的に言いますと、もう今度8月かな、幹事会まで開いて、そしてまた最終的には協議が開くという、そういう面では鹿児島市としては進んでいますけれども、県としてはまだ策定委員会の中で、体育館を主にということで、なかなかそこの取り組みの温度差があるように感じますけれども、しかしこれはお互いにマニフェストとして市民県民に約束した大きな課題でありますので、それは私どもがですね、できるだけ早く作ってほしい、整備をしてほしいという思いを常に県にも伝えておりますので、そこはまた我々の思いも県の方としてはしっかり受け止めて判断をしてくれるだろうというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、すいません。はい、どうぞ。共同通信の宇佐美です。はい、仙台原発の関係ですいません少し、お尋ねします。はい、8月の11日が、仙台原発が再稼働してから2年の節目になるわけなんですけれども、鹿児島市は地域の一部が原発から30キロ圏内に含まれています。で、市役所なんかの市街地も40キロから50キロ圏内にあって比較的近い場所にある市ですけれども、現在再稼働を目前としている佐賀県の玄海原発に関してはその30キロ圏を中心に再稼働自体
内に反対したりだとか、ちょっと慎重な姿勢を見せているあの市長さんもおられるような動きもあったりして、あと仙台の場合ではあの鹿児島県と薩摩仙台市に限られていたあの再稼働に対する地元同意もあのその他のエリアの30キロ圏内では玄海原発の場合ではあの地元同意の権利が欲しいというような、動きも実際ありました。なんであの、まあ、ただ鹿児島市はあの2年前の仙台の再稼働時にはあのそういった動きはなかったと伺っています。でちょっと改めて2年経ってみてあの鹿児島市として、仙台の稼働だったりあるいは、避難計画の問題で、懸念の思いはないでしょうかという点 と、 あと地元同意できる、地元の範囲についてもどう思われているか、2年経ってどう思われているかを伺います。はい、あの仙台原発につきましては、まあ、皆様方ご承知の通り、国民生活に計り知れない影響を及びました福島第一原発事故の教訓を踏まえて、新規制基準をもとに原子力規制委員会によって慎重かつ厳正な審査のもとで再稼働されたものでありまして、この2年間原子力事業者であります九州電力が適切な運転管理を行っているというふうに考えております。私自身これまで申し上げました通り、住民の安全性を確保することが最優先されるべきでありまして、今後においても国および県並びに九州電力におかれては徹底した安全対策や対応を行っていただきたいと考えております。また今仙台原発の立地自体とかまた県の同意を経て今仙台原発は再稼働いたしましたが、まあ、原発から半径30キロ圏内、まあ、鹿児島市も一部がその区域に立地をしておりますけれども、その今同意をするその自治体というのの範囲がルールがない現時点ではですね、まあ、原発の再稼働に対して地元同意については原子力施設が存在をしております立地自治体であります市町村と都道府県には施設をに関する判断をする役割責任があるというふうに考えておりますので、まあ、先般の同意に関しては薩摩仙台市と鹿児島県が同意をし、そのことによって、まあ、再稼働がなされたというふうに思います。今後国においてですね、同意する地元の範囲を含めた再稼働のルールをしっかりと設けていただければですね、まあ、私どもとしてもそれに沿って対応すべきではないかなというふうに思いますけど。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。繰り返すようで申し訳ないんですけども、はいはい、職員逮捕の件です。その職場というのは今現在は九州北部豪雨でしたり熊本地震で活躍されているところだというふうにお伺いして、まあ、敬意表しているんですけれども、はいはい、その意味で事実関係としてお聞きしたいんですけども、その職場で職員逮捕に至る、まあ、その行動に至るまでにいろいろな複雑な構造があるかと思うんですが、例えばその職場においてパワハラとか長時間労働とかなかったかという事実関係と、まあ、再発防止策と処分の有無についてお願いします。はい、まず職場においてですね、その今被疑者となっている職員がそういった事例をしたと、そういう報告は受けていません。また今回の逮捕に、なったということで、まあ、市民全体の奉仕者である、市の職員、まあ、が市民の皆様の信頼を裏切るべき、はずべき、こういったことには、本当に私自身言葉のないところであります。まあ、今回、職員が逮捕された事態となって、まあ、被害を受けられた方々、また市民の皆様に対して、誠に申し訳なく思っております。7月の24日に各局長を通じて、全職員に、公務員倫理の確保時および含む規定、規律の確保について、まあ、訓示を行いました。まあ、不祥事の再発防止に向けてさらに公器粛清に努めていきたいと思いますし、まあ、逮捕された職については事実を踏まえて、まあ、厳正に、対処をしたいというふうに思います。はい、どうぞ。すいません、
社会福祉法人要項会に関してです、はい、繰り返しこの定例会見の場でお尋ねさせていただいておりますが、はい、現在の調査状況を教えていただけますか。そうですね、まあ、現在の状況は、まあ、法人から提出されました改善報告、まあ、前回もお話をしましたけれども4月24日と5月1日に、提出をしていただきまして内容を精査をいたしましたけれども、まあ、改善内容が不十分であると判断をし、8月の1日に法人に対して再勧告を行っております。で前回の勧告後に判明した事故等について新たに勧告を今行っております。どういった理由でまた再勧告をされたんでしょうか。そうですね、法人の運営に対してですね関する事項、新たな事項とかですね法人が運営する施設に関する事項について、調査をする必要が生じたということであります。まあ、前回の勧告後に判明した事故と基本財産の担保提供に関する事項等についてですねやはり不明な点があるということで、それについて、再度勧告をいたしました。改善内容が不十分だというところは法人側に改める意思が乏しいとか何かそういったところがあったんでしょうか。そうですね、やはりもう私どもが納得する報告が得られてないということでそれに対しては再度勧告をしたということですよね。わかりました、ありがとうございます、はい、それに関連して、はい、もう、4ヶ月近くずっと、調査が続いて、4ヶ月5ヶ月と調査が続いてますけれども、どうでしょう、まあ、少し具体的にお話できるならなんですが、もうその法人そのものなのか、もしくはもうその法人が運営している、まあ、施設だとか、そういったところの調査が今、どちらが主なんでしょうか。そう、今、この関係は、まあ、特別養護老人ホームに関しての疑義が、まあ、発端でした。まあ、その発端の、まあ、改善命令を今、いろいろと要望しておりますけれども、内容等について、なかなか市として納得できる、そういう回答がない、その中で、またここが運用している他の事業等についても、やはり、少し疑義が出てきたということで、その要項会そのものをというのではなくて、それぞれの事業、運営している事業について、今後一つ一つ精査をしていかなきゃいけないというふうに思います。まあ、長期間にわたって、なかなかこの解決が見出せないところでありますけれども、やはり調査が広範囲にわたっておりますこと、そしてまた国や県等からいろいろ助言をいただきながら、今この要項会に対してのさまざまな課題解決に向けて取り組んでおりますので、まあ、しっかり、精査をして適切に対応していかなきゃいけないと考えておりますのでもう少し時間がかかるかなと思います。その他ございませんでしょうか。それでは広報課長にお返しします。これをもちまして森市長の定例記者会見を終了いたします。次回の開催につきましては幹事社さんを通じてまたご連絡いたします。本日はどうもありがとうございました。